皆さんこんばんは、イラトスロードオブザデッド続きやっていきたいと思います。さあ前回ねドワーフ倒してね、いよいよ人間が今度は相手だというところでね、どうだろうね、バンシーレベル5でちょっと育てていこうか。こういったところでねちょっとずつやっていく必要があるんじゃないかなということでね。よし、まずはお手並みどういこうかねってとこだね。生贄に捧げつつ、石碑ここ通りたいよね。モンスターの戦闘とどっちを優先するか。アイテムもあるし、あこっちもあるけど、エリートか。でもエリート倒した後に回復があるね。こういうルート行って、エリート行ってみる？ちょっと今回まあそこまで行けないと思うけど、ルート的にこう行ってみるのありかな。問題こいつらの強さよ。石弓か、120ってさ高くねえか。ちょっとでやっぱ特徴を見ると、見てください、盗賊はあれが低いね、あの能力値、脳が。こっち脳とかが高いから、やっぱ物理でぶったたいた方がいいってことでしょ。敵がデバフを受けるたんびにストレスダメージ与えるでしょ。これいこうか。ちょっと今回はこっちでいってみます。うまくいけばですけれどね、やりたいことが。ブロック、あれスタンス解除されちゃったじゃん。これでデバフをすると追加で、あ全然違う、何やってくれるんじゃないの。いや違った、バフ受ける旅だった、使い方間違った。全然違う、アホなことやった。いやー、ワンターン無駄にしたわ。与えておきましょう。こいつにストレスよ、削りやすいからね。あれ結構ミスする、回避率高いのかな。精神攻撃、はい、もっと大きく。やってくれんじゃないの。おい、サクラン、どんどん精神力奪っていこう。おい、危ね、吸い寄せてきたな。おい、いけ、ブロックブロック。さあ次のターンも行きましょう。はい、ブロック。とりあえずこいつ削るか。はい、はい、はい、ストレス攻撃。バグギーが強すぎんな。ちょっとブロック立てとこうか。はーい、バグギーつけてね。痛い、引き寄せてきた。あ、いって。痛いことやってくれるんじゃないの。よし、お亡くなり。ほい、さあ次のターンでやつはこれ終わるだろう。火力高いぜ。
裏切り出した、あ、裏切り出した、裏切り出しちゃもう終わりよ。あ、そっか、 HP8 ずつ回復するんだっけ。15マナもらっとこうか。はーい、18削れる。いやー削りきれなかった、だが大丈夫。スタンさしたね。ほいほい、痛いでしょう。爆撃準備、ターンスキップ。そうね、15マナ得とこうか。うい、脳みそゲット。ゲッチ。さて。あ、すげえもったいないことしたな。せっかくだったらゾンビ入れといてあげてもよかったか。バンシー入れとこ。このままいけそうですね。ただ、この先、生贄が必要になるんじゃなかったっけ？生贄が必要ですね。じゃあ、ミニオン作ろうか。なんかいっぱい余ってるのあるかな。心臓エクトプラズムとか余ってるね。心臓エクトプラズム。エクトプラズム余ってっから、これいいんじゃない？で、布、布とチリ、チリはいいね。布も余ってる。エクトプラズムもこうして。もうちょっと生贄でこれも作っとくか。布、チリ。よし、生贄レース。ダンジョンへ。これ別に生贄にするのはね、誰でもよかったはずだから大丈夫だよね。はーい。犠牲。呪いの爆弾。これすげえな。守護は無視、1回限りの使用。ストレスダメージとかよりも、これ、ストレスダメージ20から30、意外といいね。これもらっとこうか。もらえたってか今。アーチパッドだね。これの底の位置だね。ミニオンの死亡時、すべての味方が活力を 50% 回復する。これ、あれだね。最終ボスとかで使うのありかもしれないね。やばい時とか。このままいけんじゃない？マナやミリオンの活力回復か。あ、でもこういった方が良さそうだね。ねえ。ここ2回いけるじゃん。イラツス、ねえ、才能ガンガン上げられるんじゃない？命中率上げる。選択したしか敵はワンターンスキップとかあるね。これもやべえな。活力と正気の最大値の 50% 失うってボス以外は。レイスがブロックと守護1、バンシーが、うん、破壊なんかは、イラトスが30物理ダメージ。地味に強くねえか。ラーナム、これちょっと痛えな。30ダメージ。
バフを持つすべての敵気絶させる。ボスは免疫あり。スカルフォール、20ダメージで3ターン20与える。追加で200%物理ダメージ与える。これ強いかもしんないね。こっち増やしていこうか。次3だね。さあ行きましょう。一番後ろに綺麗な女性がいらっしゃるのではないですか。なんだこれ、バードか。とりあえずね、ブロックをね、削りたいよね。で、盗賊をまず錯乱させる。こいつ動き早いからさ。で、バードがいるってことは、おそらくこれが使える気がしなくもないんだけど、ちょっと行動が読めないので、しかもスタンス解除される可能性もあるという。あと、盗賊回避率高いね。回避か。はい、固くしていこう。バフ。守護。あ、HP 回復してったけど、マジかよ。そういうの困るんだわ。回復されちゃうとね、うちもね、困っちゃうよ。痛い。はい、削っていこう。ストレス。はい、スタンスして。効かんな。ああ、回復させていくね。あ、痛い。デバグ。なんかいいのあるかな。で、ほい。あ、なんだこれ。よし。削っちゃおう。はい。This one voided its bowels just as it died. 死ぬとき内臓が空っぽだな。やばい、引き寄せないで。引き寄せてくるんなら許さねえかな、お前。いけ、爆撃じゃ。ナイスタンス。あ、痛いね。固まってるから今の間にぶったたいとこうか。はーい、ターンスキップ。いい。はい、はい、いけ。よし。あ、爆撃していくよ。ブロックつけ。さあて、どうしよっかな。マナを得る。ターンスキップで、で、これでいいね。デバフ。はい。爆撃。さあ。ああ、どうしよっかな。15マナ。はい。受けなくしてやるぜ。
爆撃。Blow them to pieces。 よし、暗いな。やったね、素晴らしい。強いぞ意外とこのペア、このパーティー強いぞ。秘密の破壊呪文をアンロックする。50魔法をダメージ与える。対象が気絶した場合。すげえなこれ。何これ、これアーティファクトってこと？アーティファクトだな。50魔法ダメージって強えな。でもこっちの方が攻撃力とか上がるから、正直使い勝手がいいような気がする。アンロックでしょ？ってことは覚えることもできるわけよね。そういう意味だといっか。で、制作。ヘッドハンター2人作りたいよね、これ多分ね。前衛2人にね、ヘッドハンター置けばね、それなりに動くんじゃねえかなっていうのでね。そうすると武器。武器少ないね。塵も少ないし、鎧は少ないね。ちょっと作れないね。武器を作るのに、錬金術。何が必要？骨か。アーマー作るのには武器か。ちょっときついね。ヘッドハンター作るのきついぞ、これ。超高性能のヘッドハンターを作るには。チリ作るのに何必要？布か。ちょっときついな。はい。はい。一個作っとこうか。武器がちょっときついね。まあ地道にレベル上げてもらって。ゾンビさんがダメージ意外と食らってるけど、まあまだいけるでしょう。第二のゾンビ作っとかないとまずいか。第二のゾンビ作るには武器、鎧、血と肉。肉はあるね。肉と血は、血もあるね。鎧と剣か、結局足んないの。魔法ダメージなんてこれ使わねえじゃんね。命中率、命中率上げとこうか。このバンシーはストレスダメージ 10%、 魔法ダメージ受ける物理ダメージ 9% 減少。こんな感じにしとこうか。こっち行こうかな。イラトスの経験値となれ。このまま行こう。シールドメイデン、防御力高そうだねこれ。ちょっと一回ずつ削る。Impale this wretch。 シールドメイデンにあれ入れた方がいいよね。ちょっとずつ削っとこう、守護をね。引き寄せていく。はい。ほい。よし、ブロック。バフ。
あー、やっぱそういう感じ。痛い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 。そういう感じか。30、12。めっちゃ硬い。めっちゃ硬い。めっちゃ硬いけど。どうすっかな。はい。はい、ブロック。後ろ攻撃だ。ね、ゾッとすす恐怖プラス16か。精神攻撃でメインでいこうか。この2人ね、ちょっとこいつがね厄介だわ。あと爆弾魔に、はい、頑張って。痛い痛い、殺される殺される。失敗。こいついつまで、いつまでその状態を。60人削っていく、削っていく。いただきだぜ命。デバフ。残念だったな。おい、ブロック削る。爆撃準備。あ、痛い。そうね、デバフ。おい、精神攻撃。おい、撃て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 。しょうがねえな、これやっとくか。バフ。はい、効かない。おっと、なんか言ったね。ストレスダメージ。はい。命をいただく。よこしな。As worthless as you were in life, you will be worth something in death. さて。こいつには精神攻撃の方がいいな。プラス16にしとこう。爆撃も一応しといてね。あ、痛い。引き寄せてきたね。リダイレクト、クリティカル60。はい、クリティカル60。てな。爆撃。で、そうね。はい、マナ回復。一体ほど削っておきましょう。あ、でもゾンビさんがあとなんかやってくれるね。あ、じゃあマナ回復しとこうか。はい、マナ回復 49.5。 いただき、素晴らしい。無傷。あ、鎧の手に入ったね、2つ。
鎧いいの手に入ったな。ヘッドハットナーさん、鎧必要じゃなかった？いい、必要だね。緑の鎧2つある。錬金術しとこう。よし、青いのが1個出来上がったね。地道に地道に。ゾンビの強いのも作りたいよね。ゾンビさんの強いのは肉、肉と血。肉余ってるわ。血は？血もあるんだね。鎧と結局武器がないんだ。鎧と武器欲しいね。で、どれ行こうかな。75以上。破壊の25分ついたので、対象がデバフを持つ場合。デバフ持つ場合って強くない？追加で 200% ダメージでしょ。これ強い気がするな。スカルフォールは巻物があったよね。あれ、ゾンビの命中率、攻撃力、主導権プラス2。あ、これすごいね。これも取りたいね。の前にまずこっちだな。次これ取っていこうか。精神弾道学、これすごいね。火力も上がるし。あ、回復の泉意味ねえ。まあいっか。ミニオン全開してないかな。回復しとこう。経験値200。よし、レベル上がった。で、これ 1? あと5ポイント必要だな。経験値得られるところはなさそうだね。あ、ボス、こっちのルート。あ、連戦はちょっときついんじゃねえか。あ、連戦なるな。どこまで行って無傷で行けるかってとこだな、これ。ここの連戦とクエスト。どこ行っても2回だね。エリート部隊。エリート部隊か。さすがにちょっと待て。エリート部隊はね。ストレスとダイナマイト。ストレスと、全員どっち系でいくかが。ストレスダメージでいくか。いくぞ。敵はエリートだ。油断するな。高そうだな。デバフ持つ場合でしょ。とりあえず死後削って、石膏ストレス。あー、デバフしてきたね。なんだこれ、移動負荷。スタンス標準って何？あ、いってえ。はい、デバフを持つ場合、これでいいんだよね。デバフ持ってるよね。デバフを持つ場合は追加で。
たいる。よし、一匹削るぞ。おいや。This is what a thousand years of evolution looks like. この標準って何？ Pathetic. ちょっと待って、石膏は次のことで72から102の物理ダメージを与えるってやばくね？殺されちゃうんだけど。そんな一撃必殺されたら。あべ、ブロック取れちゃったし、しかも。あ、やばいんじゃない？あぶねえ。アホでよかった。あ、なんかやってきた。やべ、マークしてきた。マークすると対象に与える攻撃かブロック守護無視する。攻撃を受ける確率が非常に高くなる。デバフ食らってんだよな。うん、ダメージはそこまで食らってるわけじゃないんだよね。どうすっかな。魔法ダメージ、先にこいつからやっちゃうか。まあ仲良くさせて。はい、ブロック。はい、錯乱させて。デバフ食らってんね。あ、痛い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 。ドゥ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 。よし、普通に爆撃しようか。61力尽きな。で、いや、打ってこう。で、マナー回復させないとやばいね。はーい。動き止めちゃえ。ドゥ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 。マナの回復。マナの回復。止めちゃえ。そして爆撃。完璧じゃないか、これ。Mine is the winning side. ああ、いいの手に入った。武器。武器の紫おっきい。武器の大きいね。心臓も手に入ったし、エリート倒すとやっぱね、いいの手に入るよね。あ、こっちか。敵がデバフを受けるたびにだった。失敗したな。こっちだったよ、使うべきは。ゾンビさん、38から43、命中率、回避率、運を、呪い系か。魔法ダメージ両方ともあれなんだよ、意味ねえんだよな。呪いか、どっちがいいか。物理ダメージか。このゾンビさんは攻撃力あんのかな。攻撃力プラス2。火力に割り振ろう。で、ゾンビで、とりあえずまだ作んなくていいかな。
ゾンビさん、武器、鎧、血、心臓で作れんならさ、肉か。武器の紫手に入ったんでしょ。鎧は、鎧は青か。これゾンビさん作っとく、絶対強えわ。最悪ヘッドハンター1のゾンビ2でもいいよね。そう考えると鎧だったね。鎧だよね。素晴らしい。いでよ最強ゾンビよ、生まれるのだ。命中プラス6、守護プラス1、活力6、活力5、抵抗力回避率。守護がプラスにつくね。ブロックも1つく。なかなかに強いゾンビさんが出来上がるんじゃないかい。このゾンビは特注よ、レベル6。I expect results。戦闘側はね、ブロックとどっちがいいかね。この子さ、守護がプラス1ついてるでしょ。で、守護とブロック1ずつついてるでしょ。最初からその状態だったらさ、もう火力特化でいいんじゃないかなって思っちゃうね。 Now, prove yourself worthy of my investment. で、物理ストレス、命中率、回避率マイナス5、火炎爆弾、大量産だ。よし、場合によってはここはすごいことになるぞ。まあ、レースどかしといて、こんな感じなんでしょう。とりあえずダンジョン行きましょう。クエストか。イラトゥスの花嫁とかいないけど大丈夫かな。イラトゥス軍は道中で中に不審な木箱が入った小さな祠のようなに見えるものを発見する。箱を壊して開けてみると、アーンデッドを死の淵に追いやる聖なる武器がいくつか入っていた。誰がそこに置いたのか、またどんな理由で置き去りにしたのかは不明だが、とりあえずこの武器が敵の手にないことが幸いだ。しかしこれをどう処理すべきか。聖なるエネルギーの改ざんは相当な危険を伴うだろう。魔法エネルギー注入した方がいい。アミーラが必要だった。神通力取り除けばさらに強かった。代償伴うよりもこっちだね。マナー獲得できるって。よし、イラトスが戦闘後にプラス10マナー参戦。とりあえず次あたりラストかな。次ラスト戦闘いきましょう。銀融詩人がいるね。あれ、バーバリアン。とりあえず戦闘終了後、参戦は比較的に回復できるわけでしょ。バーバリアン、これ火力高えよな。レンジャー HP どっこいどっこいだね。あー、両方ともに使うか。There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. ああ、で、後ろの銀融詩人があれなんだよな。デバフを受けるたんびに。デバフか。デバフならいけるね。マーク積んだ、やめて。あれ、これも敵がデバフを受けるたんびにってなってるね。じゃあ行くよ。
デバフ受けろ。おい、来たおい、来た。はい、守護。あ、痛い。さあ、銀融指示に回復しきれないでしょう。デバフ除去してきた。デバフ除去だけで終わらしちゃってるってことはさ、またまたできちゃうってことだよ。スタンス、どうしよっかな。マナね、どうしよっかな。There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. デバフ受けるたびに、ヘイブロック、スタンスは解除されません。寿司空気。Open their husks. はい。はい。削り削れ。で、こうやって削りつつの。爆撃準備用意。あ、痛い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 。あ、痛いことやってくれるね。あれ、回復量少ないんじゃないかい。あ、またマークしてきた。さーて、じゃあまたデバッグ作戦いきましょう。攻撃はこいつに任してね。キッチ。食らったね、みんな。いや、いいよ。サクランニューエグゼスティンス。最強じゃないか、これ。こうやってやりながらの、物理でも攻めていく。ブロック剥げたね。さあ、爆撃していきましょう。70。痛いね。そんなんじゃ足りないぜ、詩人さんよ。さて、持ってけんじゃね。どうも。よし、持ってった。もうマテリアルス。I didn't think it would be this. あれで。闇の中に戻れたって？お前がな、いただきだぜ。キッチ。よし、ゼロになったな。てててててて。こいつ硬くね？この人硬くね？うちとしてもダメだよな。よし、危ないんですよ。あ、はい、削った。あなただけです。あ、逃げていった。おいしい部分。暗闇の食材、脳みそロケットゲッチュですね。ただちょっとバンシーがね、あれだったね。奇妙なマンドリン。睡眠状態にする。対象は攻撃かダメージを受けるまでターンをスキップする。これ強くね。あ、でもランダム攻撃する場合ちょっときついね。爆撃とは合わないね。要は永遠にさ、睡眠状態。あ、でもデバフ除かれちゃうとあれかな。攻撃がダメージを受けるまではってことはデバフじゃないのかな、これ。それだとしたらえぐいけどね。
ということでね、でもバンシーさんには霊安室行ってもらいながら、選手交代レベル7バンシー、レベル6ゾンビここ入れとこうか。レベル7バンシーか。対象のすべてのバフ状況、バフ除去で、新しいの制作できるようになってないんだよね。ブラッドファタズム、シェードもうちょっとか。骨49、全然骨集まない。ダンピールってなんだろうね。モアペン以上の難易度でゲームをクリアする、モアペン以上の難易度で1回クリアする。アンフローズン、ブラックウィンドウ、グール、自分のミニオンに3500ダメージ、全然使ってないね。うん、まあとりあえずこんなところでしょう。ということでね、まあここまでいっちゃうミニオンの活力と、マナの回復しちゃおうか。使い切ってよかったね。失敗したわ。もうガンガンやってきゃよかった。はい、ということで次回はこの続きからやっていきたいと思います。なんだ、あ、また銀融詩人いる。まあ銀融詩人いようとなんだろうと、私の作戦は変わりませんと。蹴って使いながら、もうデバフで行きつつ、後ろでゾンビが攻撃をすると。でメインの攻撃、敵にダメージ与えるのは、まあこのマナがあるね、私イラトゥスとゾンビさんで行っていくという感じでね、敵にね。まあ、そんな感じでここの連戦行ければなってとこですよね。ここ右行けるなら右行っちゃった方がいいのかな。こう行けねえかな。こう行くのもやべえよな。こう行けたら行きたいけどね。まあそこら辺はどうするかはちょっとまたこの後、今後というとこでしょうね。それではまた次回お楽しみに。さよなら。